いやみみんんな、な今日はみんな大好き分数の割り算だよ分数の割り算は分母分子を逆にしてかければよいのだけれどなぜそんなことが言えるのか確認していこうまずみんなには割り算の意味をこんな風に考えてほしい割り算とは1に相当する量を求める計算なんだ例えば 6÷3 という計算は6を3と考えた時に1に相当する量を求める計算だ 6÷3 というのは6個のリンゴを3人で分ける時1人当たり 何個ずつもらえるかなという計算を表すよね。言い換えると割る3という計算は全体のリンゴを3と考えた時に1を求める計算に相当するわけだでは先ほどの計算に戻ろう5分の4割る2分の3というのは5分の4を2分の3と考えた時に1に相当する量を求める計算だ少しややこしいから図で考えてみようまず五分の四というのは五つに分けたうちの四つ分を表すそして5分の4というのは5つに分けたうちの4つ分を表す 割る2分の3というのは全体を2分の3と考えたときに1に相当する量を求める計算になる全体が2分の3すなわち2つに分けたうちの3つ分ということでこの水槽を3つ分に分けてみよう1に相当する量はこの目盛り2つ分つまりこの赤く塗った部分が1に相当する量になるわけだ全体のお部屋の数は 5×3 そして赤く塗ったお部屋の数は 4 2つまりこの赤く塗った部分の量というのは5 3分の4 2というこ,とになるこの計算はよくよく見てみると割る2分の3の2分の3の分母分子を逆にしてかけたものに相当しているでは少し計算してみよう2分の3の3乗3乗というのは3回かけるという意味だったから2分の3が3回登場する。 分数の割り算の部分は分母分子を逆にして掛け算にしておこうあとは約分できるところをどんどん約分していけば OK だ分数の計算も丁寧にやっていけば何も恐れることはないね。